ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。皆さんお元気ですか？はい、ふなっぴーも元気ですよ。ステイアットホームって言った回でやっていきますね。今回はですね、アイディアとボリュームに富んだ大型ハンバーガーワッパーを中心とした本場アメリカからやってきたチェーン店でございます。はい、バーガーキングさんでございますよ。イエーイといった感じでね。はい、1954年、ざっとね66年ぐらい前ですかね。その時にスタートした、アメリカのフロリダ州のマイアミのハンバーガーチェーンとしてね、レストランとしてね、はい、オープンしたわけでございます。そして日本にやってきたわけでございますよね。アメリカのね、国内50州および世界73カ国で店舗を展開しているハンバーガーチェーンでございます。はい、またね、通常のハンバーガーよりも大きいんですね。結構ね、大きいなのでもね、有名でございますね。それでね、ビーフパティは鉄板で焼いたんではなく、網で焼いてね、直火で焼きで焼いてるので、こう無駄なね、油を取っているっていうことをね、歌っておりますよ。はい、そんなバーガーキングさんが今回ね、8月21日から9月の3日まで、はい、ワッパージュニアを2つで500円で売っておりました。はい、これは食べなくちゃっていう感じでね、はい、買ってまいりました。はい、今回ね、3つあるんですね。チーズとスパイシーと照り焼きなんですけれども、2つっていうことで、まあ、一番人気のあるチーズですね、そして照り焼きですね、そちらを買ってまいりました。はい、こちらがチーズですね。はい、じゃあちょっとこのチーズをね、ちょっと開けてまいりましょう。普通チーズ、このジュニアでも、410円で、439カロリーになっております。はい、おー、すごい、ごまがいっぱいかかったバンズですね。結構ね、ジュニアとはいえども、はい、こんな感じ、結構普通サイズですよね、ジュニアともいえども。はい、じゃあちょっとね、上から開けてまいりましょう。おー、レタスがもう入ってる入ってる。はい、レタスにトマトですね。はい、こんな感じです。はい、そしてマヨネーズもかかっておりますね。それから、これはチーズですね。チーズ、こう結構黄色いの見えますか。その下がその直火焼きのね、はい、パティになっております。はい、はい、そしてこちらですね、照り焼きですね。じゃあ照り焼きもね、ちょっと開けてみましょう。ちゃんと T って書いてくれました。 TTT。 はい、あー、こっちも結構大きい、結構ずっしりしてますね。はい、開けてみましょう。あ、こっちもね、結構レタスとかトマトが入って、あ、ここにはね、玉ねぎもね、入っておりますね。はい、こんな感じ、ちょっとお肉が見えないですね。はい、こんな感じで、こう照り焼きのソースがしっかり絡んで美味しそうですね。といった感じで、こちら2つ食レポしてみたいと思います。はい、それでは乾杯しましょう。今日はね、ちょっと 75% オフ金麦でいきます。はい、カロリー高いからね。乾杯。うん、やっぱり暑い時はビールに限ります。はい、じゃあそれではね、ワッパージュニアのチーズの方から参ります。はい、こちらですね。これね、なんかね、食べ方があるな、あるらしいんですよ。これね、ここをこう半分に
ってですよ、こう切ってですよ、こうやって切ってこうひっくり返してこういう感じですね。こういう感じでいただくと手も汚れないっていうやつでございます。はい、ぜひこういう食べ方をしてみてくださいませ。はい、じゃあこれ半分に割ってみましょう。はい、半分に割ってみました。どうなってんの。おー、結構ね、バンズもふかふかしておりますね。はいはい、こんな感じですね。結構ボリュームありますね、ジュニアといえども。はい、こんな感じ。外になんかこうはみ出るようなことはないですね。しっかりと包み込まれているような感じですね。はい、中もね、はい、こんな感じになってます。まだね、レタスがこうシャキシャキしてる感じですね。はい、じゃあこちらをいただいてみたいと思います。いただきます。じゃあせっかくなんでね、こうやって包んだ方をね、いただいてみましょう。じゃあガブリと。あー、美味しいですね。あのね、このね、お肉がやっぱりね、ベトベトしてないですね。結構肉肉しい感じで香ばしい味がします。やっぱりこう直火焼きっていう感じがしますね。あのしょっぱくはないですね。はい、割とこう薄味なビーフでして、はい、それでこのセサミのね、バンズもいいですね。そこへ持ってきてこうフレッシュなトマト、ジューシーで美味しかったです。それでね、アクセントがね、玉ねぎがしっかり入ってますね。そしてこのシャキシャキレタス、最高です。お肉も本当に肉肉してジューシーで美味しいです。今ね、お野菜が高いから、こうやってね、お野菜をね、しっかり入れてくれるのは本当に嬉しいですね。食感もいいですね。玉ねぎがね、甘い玉ねぎがね、今ね、ちっぱいに広がっておりますよ。このね、チーズの味わいもいいですね。はい、しっかりね、ビーフにね、とろっとかかってるね、チーズの味わいもね、します。はい、これチーズ美味しかったですね。このチーズがたっぷり乗っかってる腕にね、この直火でしっかり焼き上げたビーフ、美味しいですね。さっぱりとしてて、それでいてね、お肉のね、香ばしさがね、口の中に残りますね。これはちょっとおすすめです。結構ね、お店がだいぶね、あのなくなっちゃったっていうのがね、ふなぴー寂しいんですよ。こんな美味しいね、お店がね、なくなっていっちゃうの寂しいので、ぜひね、このまま続けていってほしいと思います、バーガーキングさん。はい、じゃあ次行ってみましょう。照り焼きはこちらですね、日本人向けにメニューをね、導入されたやつでございます。はい、こちらもね、ちょっとさっきみたいに半分にこう切って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 、はい、そしてこう持って、はい、もっと切るかな。はい、これ点線かなんかね、こう切りやすいようにしてくれたら分かりやすいですよね。はい、こうやって食べるそうですよ。はい、こうやってこうやってガブリと食べるわけですよ。はい、ところが半分に切ってあるんで、半分をお見せしたいと思います。はい、おー、マヨネーズがたっぷりも入ってますね。はい、こんな感じです。切ったらすごい、これごますごいですよね、白ごまがね。はいね、セサミバンズですね。なかなかしてふかふかのバンズ、いいですね。はい、じゃあ開けてみましょう。うわ、うわ、うわ、はい、この
テロッとしたソースいいですね。お醤油と生姜が入ったね、おソースですよね。それにもうフナピーの大好きなマヨネーズ乗っかっちゃってるじゃないですか。それに、レタスですね。それにトマト、はい、玉ねぎも入っております。はい、じゃあこちらいただきたいと思います。じゃあいただきます。なかなかね、この照り焼きもね、人気だっていうんでね、はい、うん、やっぱりね、生姜とね、醤油をね、ベースにしたね、照り焼きソース合いますね。この、なんでしょう、照り焼きソースの甘みがね、お肉に移ってるんですけれども、このね、ビーフがね、やっぱりね、あの炭火で焼いたようなね、香ばしさがするんですね。それとね、こう甘い感じのね、合いますね、照り焼きソース。はい、そこへマヨネーズですよ。そしてジューシーなトマト、はい、それにね、甘みのある玉ねぎで、シャキシャキのレタス、これはもう美味しいに決まってるじゃないですか。本当に照り焼きソースがちょうど合ってますね。甘みといいね、この生姜のね、風味もしますね。このね、レタスの歯ごたえがまたいいですね。フレッシュな感じですね。で、ちょっとね、肉だけだとね、ちょっと罪悪感を感じるんですけれども、こうやってね、レタスとかトマトとか玉ねぎとか入ってくれると、なんかこう罪悪感がなくなっていいですよね。もうカロリーは高いんですけどね。うん、そしてこの全体を包み込むようなマヨネーズですよ。はい、いいですね。で、今回残念なお知らせがあるんですよ。はい、これね、楽しみにしてたんですね。うん、そう、いつもだったらバーガーキングさんは自分のね、好きなようにカスタマイズが可能なんですよ。だから、お得な注文方法としては、オールヘビーって言ってくださるといいですよ。お野菜がね、約2倍にして入れてくれるんですよ。で、それも楽しみにね、今回ね、ちょっと気取ってオールヘビーでお願いって言ったら、今回ね、これお安いですから、お野菜は入れませんって断られてしまいました。ぜひね、お野菜の方もね、オールヘビーって言ったら入れてくださいね。今お野菜高いんで、お野菜食べたいんですって言った感じでね、はい、行ってまいりました。はい、ではね、今回ね、はい、キングバーガーさんね、ワッパージュニアともいえども結構な迫力とボリュームありました。はい、普通のハンバーガーと変わらないんじゃないですか、ね、そういったのがね、2個で500円なんですから、はい、今回はまだ間に合いますよ。9月3日までなんですから、はい、ぜひね、皆さん食べに行ってください。このね、セサミバンズもいいですけれども、お肉が香ばしくて美味しかったですね。そしてフレッシュなお野菜がね、また嬉しいですよね。はい、今回ね、すごい美味しくいただきました。ビールもね、今回これ進みますわ。はい、フリット具合でね、終わりにさせていただきたいと思います。はい、皆さんね、近くにもしね、キングバーガーさんあったら、はい、食べてみてください。ませって言った感じで終わらせていただきたいと思います。ご視聴皆さんありがとうございました。またよろしくお願いいたします。また見てね。バイバイ。